行きますか。いや、行きましょう。はい、行きましょうか。はい、どうぞ。いやー、うん、お願いします、はい。お願いします。お願いします。クルー。開幕、まず上をやっとかなあかん。ほぼみんなおる。隊長と一緒におろか。隊長頑張れ隊長。停電か、これは行くか。隊長、藤君、宇津先生で、藤君、宇津先生で、隊長下行かんか。隊長下行こう。隊長は今回無条件でクルー、内松さん、あれ？なんかまたひょこっと。あれ？やばい、誰がどっち行ったか見てないな。バッと行きました。リアクターや。行こう、隊長。急ごう。こっちやで、こっちやで。こっちやで。隊長隊長フルコンさん来た。隊長どこ行ったんや。あれ、隊長どこ行った。あれ、隊長どこ行った。むずいな。隊長捕らえ続けるのむずいな。まあ、誰も死んでない。うつ先生、あと誰やったっけ、停電の時に入ってたの。小島さんが結構いろんなとこで見るな。おい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 、あ、ドア閉まってる。で、停電。これは俺、もう、多いから、心電図見ようかな。あら、とわこさん死んでる。誰か直してくれ。エレクトリカル、オフィス、アドミン。いや、これ、わからんな。通路か。トワコさんが死んでんのよな。まあ、通路怪しいと思って多分フルコンさんが行ったんやと思う。これ逆側から行ってみようか。フルコンさんと、出会うんじゃないか。こう、もうボタン押した方がええんかな。やっぱ死体、見つけるの大変やんね、この広いステージで。で、またライトか。やばい、これは。おお、見つけた。よかった、よかった。あ、一人か、でも。一人か。うん。一人、うん。いや、よく見つけてくれた。ね、なんか、レポートボタンが光ってたから。うん、ずっと探してて、どこやった。ね、僕死んでまーす。あれ、何これ。さようなら。死んでるよね。もう死んでる。あれ。あ、そうなんだ。ラグかな。うん。はいはいはい。あれですね。アドミンの左側の外かな。アドミンの左。左側の外。外。
なんかあの弁当の近くっぽい感じ。ああ。そうですけど。ああ。でも最後に見たかな、ヒラ。ヒラ。ヒラ。アイドルが確かに青がなんか出てて。結構最近なんかな。え、俺だ？スペシメンルームいて、なあたりいて、うん、何人かいたよね、あの辺。うん、俺とシャオロン君と隊長。そうですね。シャオ君となんか、で、あまりで、うん、ちょこちょこ見かけてた。そうそう、移動中も。で、俺とシャオロン君はずっと一緒に行動してた。そうですね。基本的に、うん。うん、どっか行けよって感じで、歩いてた、歩かされてたんですけど。前にラボでヒラと見たような気がするから、ヒラは割と最近死んでる。気がする、うん、ああそうね、だから今日聞こえたし、うん、いや俺最後に今その呼ばれる前にスペシメンルームに行ったんですよ、うん、はいはいはい、はい、うん、いたかなと思ったのね、ヒラが、ヒラアドミンなんかいた気がする、バイバイアドミンからスペシメンルーム行ったよね、確かにアドミンいたな、確かにラッキーいたわ、アドミンに見てるんですよ、ヒラがなんかですれ違って、うん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 、そのお兄さんとすれ違う感じで女性室からスペシメンルームに行ったんよね、入ってくれた、私は、うん、確かにスペシメンルームいた、あの時に行ったかどうかなよ、なんかヒラがもしいたらあの辺りにいた人は怪しいとは思う、アドミンの辺りにヒラがいたんですよ、うん、うん、ここにまた2人ぐらいいましたよね、アドミンに、誰だろう2人、今最後の俺アドミン見てだとしたら、で、あの標本室の通路とかで死んでるんちゃうかな、十和子さんがね、あの神殿図でと思って上から行ったんよ、で、うん、上から行ってラボもメッドベイもトイレも見て、本室まで到着した時点では死体はなかった、あら、その時点で、うん、あの十和子さんの死体発見を、シャオ君がしてくれたっていう流れ、うん、誰ともすれ違ってないです、うん、じゃあラヒは多分アドミンとスタウン女戦室のところぐらいだと思います、うんうん、そうですね、じゃあ怪しいんや、違うかな、わかんねえ。わかんねえ。うん。ん？ああ、そっか、これ。ん？ん？うん。あれね、これバグなんだよ。これ、あ、これバグか。スキップ、スキップね。とか映ってくんねんな、死体が。バグでーす。僕はバグだって言ってます。僕はバグだよ。ジバグレーやな、ジバグレー。あれ？みんなミュートしてる？あれミュートしてる、おかしいな停電してるやん、ほんでおもろいこと言いすぎて停電しとるやないか、直しに行こう、おもろいだけでは白出しできまへんえ、いや多いわこれ、ちょっと怖い、固まりたくない、おい、いや俺ほんまどこのドア開けんの遅い負けへんの、いやほんま遅い、フルコンさんを信じてみるか、これよう分からへんねんな、何してんのこれ、なんで2個で OK なんやろ、あれ風光さん消えた、これはこの映し替えに何の意味があるんやろな、あーやられた、おおおお、小島さん、小島さん、あれこれ、ええ小島さんか、じゃあ、いや自由自在になんか動き回ってる感はあったんよな。いや、じゃあ、フルコジ？フルコジかい？フルコジか。いやー。小島さんの移動変やったんやな、やっぱりな。でももう覚えてないよな、はっきりと。ちょっと見返してみな、わからん。
これはまずいね。体調もやられてる。うわぁ、これは。アダス、アダス。はい。これやばい。見てましたよ。見、ん？あれ？え、これ、トスさんも死んでる。死んでんの？嘘？あ、うん。ね、シャオロン君と一緒に結構ずっと一緒に行動してて、ですね。うん、で、体調がバイタルの前で亡くなってた。亡くなりましたね。バイタルさん向かってる？え、俺、トス、ゾウさん。あれ？何？いや、僕ワイワイさんが下からニュって現れてきたんで、上の女性室で怪しいかなと思ってたんですけど、うん、死んでんだ。え、僕と宗師蔵さんと、うん、先生でエレクトリカル直して、うん、で僕トシちゃんと別れたんですよ。で、うん、死んでるからシャオフジがいたんであれば僕目線打つ先生がトシちゃんやったんやけど。あ、じゃあ僕これもう2人分かりました。ほう、うん、僕セキュリティでずっとカメラ見てたんですよ、うん、はい、で1人あのバチコレと犯行現場を見て、でもう1人は誰かなって今見てたとこなんですけど、はいはいはい、いけるぞ、しか分かんないです、いけるぞ頑張って誰誰殺害現場を見たのは、小山さん隊長さんやってましたね。俺が、ああ、俺ぶちゃってましたね。ああ、なるほど。なんでそれを押しに行こうと僕はオフィスにてててててと今走ってきたとこでした。ああ、なるほどなるほど。あ、だから最初のありがとうございますさんなんだ。あ、そうですね。ああ、理解した。なるほど。で、となるとシャオフジの2名が一緒に行動してたよっていうのが確実なんなら、ワイガさん、フルコンさんがやったのかなっていう風な見方です。もうフルコンさん、小島さんじゃない？そしたらもうそうなのよ。そうなの。いや、俺目線で、うつ先生が嘘ついてるよ。わかんない。わかんないけど。で、小島さんになすってる。なすって勝手に俺のこと殺しに来てて、人数も少なくなってから、これ信じたら多分まずいっすよ。で、僕、ドリルぐらいで、フルコンさんとワイガさんが最後に一緒にいるのは見てたんですよ。うん。うん。なんで、でも殺すとか別に見てないんで。何とも言えないんですけど、俺、フリルで。いや、でも、本当に、そうだわ、そうだわ。インタールームで誰か見てた人います？うつ先生のこと。いや、それがあるんだわ。頑張れ。セキュリティに結構高いシャオフジ、シャオフジ頑張れ。あるんですけど、僕はもう、これはもう、小島さんに。小島さんにプレイボールするわ、ごめん。僕も小島さんプレイボールです。俺もだなぁ。いやー、これ、大先生だったらやばいな。やばいね。でも、これでゲームが終わらんから。なんかすげえ、ほんとくさくて。ぽいんすよね、マジで。これでゲームが終わらないっていうのがすごい。これはでもいける。これでゲームが終わってないっていうことは、うつ先生が言ってたことが正しかったってことになるから。ああもうこれはで、これで妨害でボタン押すまでの時間をくれるかどうかなのよ。いや、やばい、これやばいな、これやばいな、これボタン死体見つけてくれれば一番いい。やばい、ドア閉じてる、やばい、あ、これ、やばい、やられる。あ、やられる。ああ。くっそ、これ。握手した。やっぱりそうだよな。ごめん。もう最後、二人で行くべきじゃなかったな。ありがとう。うつくん殺されたのか、ボタンの前で。そうだよね、もう、僕あそこでエマンチン氏押されない時点でフルコンさんじゃんと思ったんだよな。悔しい。いやー、ね、なんかオフィス入る前に待ち構えとるから。天地魔刀の構えだったじゃん。惜しかった。死体ね、もっと分かりやすいところで死ぬべきでしたね、僕あれ。せめて。あ、そうね、下まで行ってくれたのは確かに助かった。そうなんですよね。むしろエレクトリカル入り口で死んでたらやばかった。いや、そうですよね。確かに、あれもそうか。そうか、死に場所か。3人で発電機直しに行くしかなかったのか。そうっすね。あ、でもどういうことか。うわ、俺も小島さんキルすんの見たとき、にちわーってしてたんですけどね。うわ、見られたんかーと思って。
全然なんかこの方が楽しくて監視カメラ全く気にせずあんまと見られたって。